Hey guys! 英会話スクール、イングリッシュパートナーズのアキラです。get a clue 意味は、さしてよ。もう皆さんもさしてよって思うときありませんか私は、ね、すごくあるので今日ご紹介したいんですが、clue は、 ヒントや手がかりという意味なんですね。なので、直接的に言わなくてももう気づいてよって言いたい時に非常によく使えるフレーズです。例えばこんな風に使います。何回もデート断ってるのにしつこくた誘ってくる人に対して、足してよ。get a clue already。こんなような感じで使います。また、人の気持ちをわかってほしい時、take a hint。他にも、人の胸中を足してほしい時、get the message のような感じで使うことができます。get a clue 意味は、 さあしてよ。ぜひこちらを使ってください。出張英会話レッスンなら、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンもやってます。